スリーボールジャパンです。今日はパナマ共和国の首都パナマシティにあります特面国際空港に来ております。この空港はパナマシティの中心部から東に位置しております。向こうに見えたパナマシティの奥に、スエズ運河があるというところです。パナマ運河の周辺というのは空港が非常に多いです。これなんでかっていうと、パナマ運河を敵の侵略から防ぐために、作られたというところです。ちょっと特面国際空港を見ていきます。この空港は中央アメリカで最もお客さんが多い空港らしいです。すごいですね。駐車場が屋根付きです。こっちの滑走路21レフトと03ライト、こちらが主に旅客機が使用する滑走路となります。ターミナルの目の前ですね。で、こっちが、03レフトと21ライト、貨物機とビジネスジェットメインで使う、滑走路になります。で、ここですね、ここ DHL の貨物ターミナルがあります。あとはここの空港はコパ航空の本拠地となっております。向こうに見えるここですね、ここにコパ航空の格納庫がありますね。なぜかエアバスが止まっております。はい、もう滑走路でいつでも離陸できる F-15 がいます。日本から空中給油でしながらパナマまでやってきました。では冒頭でも言いましたが、パナマ運河について解説しながらパナマ運河を何分で行けるかというところを検証していきたいと思います。ちなみに船では、待ち時間入れて24時間、待ち時間なしでは8時間といったところです。ハットオン、あとはインレットランプとアンチスキットオンにしておきます。ではランナップします。本当はね、片方ずつもちろんやるエンジンをやるんですが、ちょっとできないので一気に両方。はい、 OK、 じゃあ離陸します。ギアフラットアップ、ちょっとハイレートクライムしますかね、せっかくなんで。あー、ちょっとピッチ上げてきた。あ、こんなもんでいいですかね。はい、ではパナマシティの中心部に向かいます。ではパナマ運河到着までにパナマ運河について解説していきたいと思います。パナマ運河は世界三大運河の一つです。まあ、三大運河っていうのはスエズ運河、キール運河、パナマ運河です。この運河は太平洋と大西洋を結ぶ超重要な運河です。南アメリカの南をぐるっと回って、行くのと比べると5000キロショートカットできる、運河になります。競技場が見えますね。ロンメル・フェルナンデス競技場って書いてますね。Google マップ見てるんですが、めちゃめちゃ綺麗ですね。もう、シミュレーターでも一緒ですね、見え方は。あと、屋根が赤くて、綺麗ですね。では、パナマ運河の解説続けますね。パナマ運河は1914年に開通しております。今から約100年以上前ですね。で、距離は80キロ。さっきも言いましたが、航行は58時間なんですが、待ち時間入れると24時間。なんで待たなきゃいけないかというと、パナマ運河は中央部が海抜26メーター高くてですね、3つの拱門を使って水位を上下させて通過させます。これはまあ階段みたいなもんですね。水位を調整して階段状に登っていくんですね。そのための、水門、拱門があるというところです。目の前にアルブローク・ヘルナンデス空港が見えております。この空港は冒頭でも言いました、パナマ運河を守るために、使われておりました。アメリカ軍によって
1999年まで使われていて、そこから、パナマに返還されたというところで民間の空港となっております。向こうにパナマ運河が見えますね。ではそろそろパナマ運河を通行してみたいと思います。パナマ運河の通行料なんですが、1トン1ドル39セント F15 で換算すると約4000円ぐらいというところです。ちなみに、パナマ運河は1年間平均1万3000隻通行してるみたいです。シーズンが1万8000隻でしたね。お、目の前に船が見えます。私と一緒でしょうか。今からパナマ運河行くんでしょうかね。ちょっとコーヒーミッションしておきます。申し訳ないけど先行かせてもらいます。ほら、喜んでくれましたかね。お客さんもいるんだよ。屋上にいましたね今。では太平洋側の入り口、パナマ湾からパナマ湾が入ってきます。目の前にアメリカ橋ですね。ではもうこの辺からスタートします。スタート。でこの港がバルボア港です。でもうその目の前に見えてる港門がミラフローレス港門、ミラフローレス港門です。まず一つ目、これ階段状になってますね。いきなりちゃんと上がってます。再現されてます。で、もう目の前に見えてます。右側ですね、少し。はい、この目の前のがもう2個目。ペデロ・ミゲル・コーモンです。で、次に見えてくる橋がセンテニアル橋。これ、ハイウェイになってるみたいです。このまま、東に行けば、パナマシティにつながってるみたいです。でもうすぐ湖ですね。この湖がトゥンコと言いまして、人工的に作られた一番最初に言いました高低差26メーター一番高いところですね。もともとここは丘だったみたいです。ここを、人工的に湖にしたというところです。すごいですね。もともとここが丘っていうのが人工的にこういうの作れるんですね。この、作られた時ですね、作られた時はダムを作ってこの湖を作りました。当時では、世界最大級のダムだったというところです。スタートして2分ですが、目の前にゴールが見えてまいりました。ガトゥン港門です。ここを越えると、大西洋ですね、カリブ海に出ていきます。もうタンカーが順番待ちしてますね。すごい、ここまで再現されてます。で最後の橋ですね、アトランティコ橋。今日最後なんであまり好きじゃないですけど、橋の下くぐります。いけるか、ここは通れるか。もう通れた。おー、通れました。じゃあゴー。はい、2分3分かかってないぐらいですね。はい、でここの町がコロンです。あ、こっちにもちゃんと空港ありますね、これも、あ、向こうにもある2個ありますね。パナマ運河を挟むように、これらもやはり、守るためにパナマ運河を守るために作られたのでしょう。
勉強になりました。では最後にもう一回コロンの、街の上空を飛んで、大西洋側からの入り口飛んで、終わりたいと思います。じゃあちょっとコード下ろしますね。はい、またアトランティコ橋が見えてきました。どうしようかな、迷うな。もう一回下くぐってみますか。ではガテン肛門でずっと待ってるタンカーにサービスしときます。お疲れ様です。おお、一段上がります。で、もう一段上がります。お疲れ様です。もうちゃんとなってますね。はい、さすがに今から24時間かかってここを通行する人にアフターバーナー炊いてコーヒーミッションはできなかったですね。ではパナマ運河の F15 での検証、通行時間は約3分というところです。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。